重苦しい展開になりましたが、2試合連続の逆転勝ち、大きな連勝ですね。展開的にはね、昨日と同じような形で、初回に点を取られる形になってしまってるんですけど、そういう中でも、すぐに、取り返す、非常に、今度こそういう劣勢になってもね、なんとかしようというそういう気持ちがだいぶ出てきて、いいゲームになってきてると思いますけど。中島選手がいない中ではあるんですが、みんなでなんとかしようという、ね、気持ちが伝わってくる打撃陣に見えました。そうですね、やっぱなんとかね、こう塁に出て、こうチャンスメイクしてね、こう得点していく、そういうなかなかそのランナー貯めても得点できない場面もあるんですけど、ただやっぱみんながそういう気持ちになってきてるっていうところに、いい形でこう接戦をものにできてるかなという、そういう感じがしますけど。その中でも4回は代打石井慶仁のタイムリー、そしてブラウンのタイムリーツーベースといい流れができましたね。そうですね、ある意味中盤だったんですけど、このゲームのポイントになりそうな感じがしたんで、早めにちょっと代打を使ったんですけど、見事期待に応えてくれたと思いますけど。投げては石井和久投手、ちょっと不運な面もあったんですけれども、どのようにご覧になりました？いや、ボールはね、本当素晴らしい、ボールを投げていると思います。初回のね、ホームランっていうのが、少しもったいない、防げたホームランだとは思うんですけど、ただ、和久もね、今年は本当に、調子がいいですし、今日はね、こういう形になりましたけど、今後に期待もできると思いますしね、中を継いだ長田、ね、野上、太陽、志向付きという、持ち味をそれぞれ、出してくれましたし、長田には、ね、6年ぶりの勝ち星がつきましたしね、ある意味このピッチャー陣も、ね、いいこうつながりができていると思っています。ファンの皆さん、ちょっと心配なのが中島選手なんですが、もうしばらく様子を見てということになるんでしょうか。そうですね、まだちょっと多少痛みがあるみたいなんでね、これはやっぱりしっかりフルスイングできるまではちょっと様子を見ようかなとは思っています。明日勝っての3連勝を期待します。はい、ありがとうございます。頑張ります。勝ちました、渡辺監督でした。